レビ塔、高さが368メートルありますテレビ塔が少しずつ近づいてきております。地上203メートルまで、の地点まで高速エレベーターがつながっておりまして、地上203メートルの地点がですね展望台となっておりますが、その地上203メートルの地点から階段を上っていただいた地上207メートルの地点にですね、床が30分ほどかけてゆっくりと一周しております回転展望カフェテリアが入っておりましてですね、テーブルに座ってお茶でも飲みながらお食事でもされながら東西ベルリンの景色を360度見渡せるというですね、そういうあのテレビ塔は観光客の方々にとりましても大人気の、テレビ塔でございまして、特に、後ほど行きますブランデンブルク門で、年越し花火大会が毎年開催されるわけですが、その当日と、当日はブランデンブルク門近辺は30万人という人々が押しかけてすごい状態になりますけれども、このテレビ塔の上から眺めますとですね、静かにお酒でも飲みながら花火を見ながら年越しができるということでですね、大晦日なども大人気のテレビ塔であるわけでございます。はい、テレビ塔がね、見えてきております。で、あのテレビ塔が立っております地点がですね、旧東ベルリンの、中心広場のうちの一つでございます。アレクサンダー広場という広場でございましてですね、ショッピングセンターがありましたり各有名レストランがありましたりデパートがあったりというですね、庶民の、お買い物とか憩いの場のうちの一つとなっているわけでございます。もちろん東西分断時代私がミュンヘンからやってきまして国境検査を受けてこのアレクサンダー広場に、電車で降り立ちましてもですね午前10時ぐらいに降り立ちましてももう品物はなく何かの行列ができてる何の行列だろうなんて列の一番前まで行きますとパン屋さんでですねショーウィンドウには一かけらのパンも残っていないなんて感じのですねお店がこの辺りも街の中心部でさえたくさんあったわけでございます。家庭のお父さんとかお母さんたちをですね家族にパンを食べさせるために夜中あまだ夜も明けきらない3時ぐらいからずっとパン屋の前に並んでたのよなんて言われてですねなんて感じでびっくりしたような場所のうちの一つでもございます。左手の赤い壁の建物は新しくできましたこの地区の、ショッピングセンターでございます。だんだんテレビ塔の真下の方までですねやってきております。正面の信号右手の方に行きましたらまだまだ共産圏時代に建てられたようなですね古い建物ビルなんかがですね、まだまだ残っているような状態でございます。はい、このアレクサンダー広場もしょっちゅうなんかお祭りみたいなですね出店が出たりなんかしております。今日も、まあ、週末ですのでですねたくさんの出店が出て人々でにぎわっているようでございます。はい、右手の方ガラスの高いビルがありますがあちらがかつての国営ホテルであったホテルでございます。今は西側の、ラディソンホテルグループが買い取りまして新しく改築されてホテルとして利用されております。で共産圏時代に建てられたような建物でも少なくとも外壁だけでも綺麗に改築されてですね、今でも現役で使われているわけでございます。エロかった。はい、そしてそろそろ右手の方に赤レンガでできました建物こちらが東西統一後のベルリン市庁舎でございます。
東西分断時代はこの右手の建物が東ベルリンの市庁舎として、使われていたわけですけども、東西統一後は統一ベルリンの市庁舎として使われております。現在は、ミュラーさんというベルリン市長がですね、ベルリン市の、行政を司っているわけでございます。はい、これから車窓左手になります。ベルリン発祥の地とも呼ばれておりますニコライ教会という古い教会に当たっておりますニコライ地区でございます。ベルリンでも一番古い地区でございます。そして右手、赤の市庁舎と呼ばれております市庁舎を通り過ぎますと、右手にまた、テレビ塔がそびえ立っているのがご覧いただきます。はい、でテレビ塔の左手、の方ですね、今車窓に古めかしい教会が見えてきております。マリエン教会といいまして、ベルリンで一番古い教会でございます。1264年の文献にはもうこの教会の名前が載っていたそうでございます。そして日本の方々には森鴎外の舞姫の舞台となった教会として有名な教会でございます。はい、それでは道がカール・リーブ・クネヒテ通りという通りに入ってきまして、そろそろ車窓右手の方に現在のドイツの国の教会ベルリン大聖堂がご覧いただけます。そう、はい、このベルリン大聖堂の近くでバスを止めてもらいますので、また大聖堂などをバックにしてですね、お写真などお撮りいただければと思うと、見ました、サンスーシー宮殿を建造したフリードリヒ2世大王の騎馬像となっております。はい、そしてここから、菩提樹の並木がずらっと、道の真ん中両側に、植えられております。その名前の通り、菩提樹の下通りウンターデンリンデンでございますが、もう少し行きますと左手は大工事現場となっております。新しい地下鉄路線の工事中でございますので、もともとはこの先もですね菩提樹の並木があったわけですけれども、現在はその菩提樹が引っこ抜かれましてですね、別のところに移植されております。地下鉄工事が終わりましたら、またその移植されている、菩提樹の木がですね、こちらの方に戻ってくる予定でございます。はい、このウンターデンリンデン通りは、まあ、お散歩通りでもございますしですね、